イーグルス先発は金島です。2回ワンアウト1塁で昨日ホームランの松田を迎えましたが、ここは注文通りのダブルプレイ。このイニング結果3人で終えます。ホークス先発はウルフ。2回の裏、ウルフに去年相性を良かった4番ジョーンズ、レフトスタンド弾丸ライナーで突き刺さっていきました。ジョーンズの今シーズン第1号で1点を先制します。そしてこの後ワンアウトとなって今日ショートでスタメンの後藤。後藤の当たりは E ウィングに飛び込む移籍第1号のホームラン。この回2本のホームランで2点を先に取ります。5回の表です。ワンアウト2塁、ここで原島ワインドピッチ、そしてキャッチャー小関のサードの悪送球があって長谷川がホームイン、1点を返されます。2対1。さらにこの後ピンチを背負った原島ですが、柳田三振。本田のこの頃は藤田がうまくさばきました。この回1点でしのいだ原島です。イーグルス1点リードで6回、ビッグプレーが出ます。原島が弾いたボール、2008年以来久々の今日、ショートスタメンの後藤が素晴らしいプレーで原島を盛り立てます。7回です。ツーアウト2塁というピンチを迎えた原島は頭脳化をストレートで見逃す三振。金島は結局この回でマウンドを降りました。そして8回、2人目金戸が代打江川に同点ホームランがあります。代打の江川が初球を叩いてのホームラン、2対2。そしてこの後ピンチを背負って3人目の福山、この勝ち越しのピンチは福山がしのぎました。2対2、同点でゲームは8回の裏に入ります。ホークス2人目は岡島。イーグルスは 1,2 番連続ヒットでチャンスを作って3番の銀次、星野監督に気合を入れるとのバッターボックスでした。その銀次が期待に応えてライトへタイムリー、1点勝ち越しに成功します。そして9回、最後はファルケンボール、ランナーを1人出して代打松中を迎えますが、最後のバッター松中をファーストゴロ、3対2イーグルスが勝利。銀次決勝タイムリー、そしてプロ4年目福山が初勝利を挙げたというゲームでした。